ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。皆さんこんばんは、ドクター林です。今日は12月24日、いよいよ今年も押し迫りましたね。今年最後の放送になります。今日はクリスマスイブですね。まあ、昔のクリスマスイブっていうとね、もっともっと寒い感じがしましたね。まあ、雪が降ったり、なんかこんな暖かいことはなかった気もするんですけどね。だんだん地球温暖化とともに暖かいクリスマスイブになってきました。まあ、本当にその零下何度、東京にいても0度があったり、そのくらいの気温があったと思いますけれども、まあ、今はもう本当10度とかですね、ひどい時は20度ぐらいのクリスマスイブもあるみたいですけどね。まあ、今の時期、今年はなんか風邪もあんまり流行らなかったですね。インフルエンザがどうのこうの、注射が足りないと言って騒いだ割には大して、流行りもしなかったし、今はねインフルエンザの注射いっぱいあるんですよ。いっぱい出回ってきてるけどね、もうみんなもう必要なくなっちゃって、患者さんもやりに来なくなっちゃったんでね、もう業者に回収させちゃってるなんてことが結構あります。そのぐらい変わってきているわけですけども、まあ私も今年は12月になってからいろいろプロレスの団体に行くことが増えましてですね、まあ、本当に1週間のうち3回か4回はなんかどっかの団体に行って試合を見てるってことが多かったですけどね。選手の人たちもみんな数多く試合をしている人もいますしね、大変だなと思いながらいつも見てはいるんですけれども、まあ、どういうわけか選手というのは何度かの心配するわけには風邪もひかないし、まあ、あんな裸で寒い中でやってますからね、それだけ鍛えられているんでしょうけども、やっぱり風邪をひかないためには一番いいのはですね、やっぱり簡単なのは寒風摩擦をすることですね。皮膚を鍛えることなんですね。皮膚を鍛えるとね、自律神経のバランスが非常に良くなってきますのでね、精神的にも非常に落ち着いてくるし、それから何といってもその免疫機能が高まってきますから風邪もひかなくなってくるということでね、本当に、手洗いとかうがいもちろん、それから寒風摩擦をするってことをね、健康法の一つに入れられたらどうかなというふうに思っています。それではまずクリスマスらしいオーソドックスな歌を1曲聴いていただきましょうね。ホワイトクリスマス、今日はケリー・クラークソンの歌でお送りします。
はい、ね、久しぶりに聞きましたね、ホワイトクリスマスでしたね。さあ、毎回楽しいゲストをお招きしていろいろ話を伺う、健康ゲラゲラクリニックですけども、今日のお客様はプロレスラーのついに出てきましたね、宮本優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。売れっ子レスラーですかね、今の。いやいやいや、一番の売れっ子レスラーじゃないですか。いやー、いろんな団体売れてますよ。いやいや、それ言ったら稼ぎ頭です、もしかしたら怒られちゃうんで。さあ、宮本優子さんで、はい、まあ、ファンの方いっぱいいると知ってると思いますけども、まあ、いつ頃からプロレスをやりたいと思ったとか、はいはいはい、プロレスラーになるためにどういう努力をしたとか、いろんなちょっとお話聞きたいんだけど、はい、いつ頃プロレスラーになろうと思ったんですか。ですね、すごい、まあ、高校1年生の時に初めてこう、まあ、1月4日だったんですけど、まあ、寝てたんですよ、夜遅くに寝てて、パッと目が覚めた時にプロレスのテレビやってて、はい、まあ、当時、まあ、新日本プロレスですね、はい、でそれでなんだこのエンターテインメントはっていうのは衝撃を受けまして、そこから、それまで見たことなかったの。まあ、なんか土曜日の夕方とかやってたんですけど、まあ、そんなに興味なかった。そんなに興味なかったです。まあ、見てはやってたら見たりしたんですけどね、だからそれの時に初めて衝撃を受けて、そこからはちょっと1年ぐらいはずっと。衝撃受けたって誰の試合に衝撃受けたっけ。まあ、武藤圭司対スコット・ノートンとか、なんか、その試合ですね。はい、あの時ですね、あとは小川さんと、あれだ、小川さんと橋本さんのノーコンテスト試合とか、あと大仁田さんと健介さんのとか、ちょうど 1.4 の東京ドームだったんですね。そう見て、はい、それで、衝撃を受けて、そこからちょっとビデオで深夜撮るようにして、はい、で見るようになったんですよ。まあ見るのはいいけど、でなりたいと思うのはいつからなるわけ。それでなろうと思うな。まあ、まあいいなと思ってて、はい、でまあ僕は普通に高校も中退したんで、はい、で就職して、で、まあ結構お金もあったんですけど、仕事がつまんなくて、なんかやりたいなと思った時、まあちょうど20歳ぐらいの時なんですけど、その時に、まあ、中学校の時に競馬が好きで、で競馬のジョッキーになりたいなと思ってたことがあって、で高校生の時に、まあ、プロレスラーかっこいいなと思ってプロレスラーになりたいと思ってて、でまた社会人になった時にサーカスが面白くて、なんか人の前に出る仕事やりたくて、で、ジョッキーは体重制限があってちょっと厳しいと、でサーカスはどこに連絡していいか分かんない、で消去法で残ったのがプロレスだったんですね。なるほどね、そういう選択、そういう選び方もあるんですか。そうです、ね、でそれまで格闘技とか、そういうのは、まあ、格闘技やってたかもしれないけど、格闘技やってないんですよ。サッカーと格闘やってたんだ。サッカーと、あ、格闘やってました。格闘技はやってないです。でその話ちょっとね、その話ちょっと聞こうと思うんですけど、ね、はい、大丈夫、はい、大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。今ちょっとさらっと言っちゃいましたね。僕は高校の時で高校中退してますけどってさらっと言ってましたけどね、はいはい、なんとその時一体何をしてたんですか、その高校生の時に。暴走族ですね。暴走族、特攻隊長とか言われて、ね、まあまあ、そうなんですよ。大きな暴走族何体だったの。まあそれ、まあ大きかったですよ。まあなんかいろいろ70人ぐらいいたんじゃないですかね。でまあその中で、そう、まあ、学校もそれがバレて見つかっちゃって、なんか大きいお祭りがあるんですよ、広島の。はい、で、まあ、当時、まあ、18年ぐらい前ですかね、その機動隊と暴走族が抗争したみたいなのがニュースで全国放送でやったんですけど、まあ、あの時の最前列にいたのは僕だったんですね。ああ、すごいな、騎馬戦の最前線ってわけが違うからね。おまわりさん、どういう、なんで殴られるわけ。いや、おまわりさん、なんていうんですか、盾みたいなのあるじゃないですか。で、おまわりさんってやっぱり僕らはまだ高校生ぐらいだから、体がまだ出来上がってなくて、機動隊の人ってやっぱ体出来上がってて、やっぱ強いんですよ。たださ、力だけでも負けるのに、盾を蹴ると、蹴った瞬間にクッと上げて、でこう斜めにして刺してくるんですよ、盾の。あれアルミなんで、ものすごく軽くて、でものすごい痛いんですよね。それをこう太ももにこう何度もやられて、でこれダメだと思ってこうタックルに行くとこう引きずり込まれたりするっていう感じで、へえ、すごい強いんですよ。いや、でそれはちょっと
はい、そう排除しようと思ってお前警察は出てくるわけでしょ。そうですね、そうですね。そうだよね。でも当時は大体そのお祭りって、まあ、恵比寿港祭りって広島の有名なお祭りなんですけど、大体、うんうん、いろんな暴走族がこう自分のなんていうんですかね、こう縄張りをこう競い合うというか、こう俺たちはこれだけ人数多くて強そうなんだみたいなのを競い合うんですけど、そこに機動隊が来たから、もう暴走族同士が団結しちゃって、なるほど、で対機動隊になったんですよね。でこうなんかそう戦争みたいなのが繰り広げられたっていうのがありましたね。すごいね、しかしね、面白かったです当時。面白かった。だ暴走族ってのは要するにバイクかなんか乗って暴れてたでしょ。あ、そうですね、まあ、ね、暴走族ですから、暴走から暴走したんでね、そういうのもありましたね。ちょうどこのクリスマスイブとかには、うん、あの夜あのサンタの衣装を着て、うん、バイクでこう街中を走るみたいな、ね、意外にやっぱ人気はあるんですよね。あ、本当は。肌から見てる分には。ただまあ移動してる人たちはもう腹立つと思うんですけど。ああ、そうだよね、そうそう、ずっと暴れたり結構構想はあったけど、暴走族同士の構想とかそういうの、まあ、ところどころありましたね。そんなじゃあ野蛮なこともしたわけじゃないの。あ、まあそこまで、そこまで、ね、ここデスマッチはなかったんだけど、いや、まあ、デスマッチではなかったです。なったんだ、まだ、はい、じゃあお前りとあれが一番あれですかね。お前りだったら思い切ってやれるでしょ、こっちも。まあそうですよ ね、思い切ってやってましたね。でもやっぱりそういう返り討ちになっちゃうもんなんだ。いや、返り討ちあうんですよ、ね、やっぱ因果応報なんですよ。で、これ、で捕まっちゃった、捕まったんでしょ。捕まりました。捕まってもはい、まあ、家庭裁判所には行かなかったんで、一応まあ補導という形で、うん、まあ、何も前科はついてないんですけど。でもね、その時何人だったかな、100人以上捕まってましたね。で、自分のお母ちゃんが、こうすごい田舎からこう市内の警察署までこう来るわけですよ、うんうん、で警察一人一人にすいませんでした、うん、すいませんでしたって謝るのを見て、うん、あ、自分何やってんだろうなって思って、そこで初めて気づいて、そこからもう更生の道をこう歩んでいくという。だけどお母さんその暴走族入ってる知らなかったの、それまで。いや、知ってましたね。知ったんでしょ。ああ、知ってました。知らなかったかな。いや、でも知ってました。うん、まあ不良だったんで、やっぱ夜いないし帰ってこないしみたいな。でも学校ちゃんと行ってたの。学校は行ってましたよ。あ、そう。学校で寝て夜遊んでみたいな。そうなんだ。でその警察に捕まってお母さんが泣いて謝ってきて、はい、でもこれで更生しなきゃと、はい、決心したわけですね。そうですね。でまあ引退、あ、その暴走族に対して、はい、そこからもう仕事をね、うん、こうやっていったって感じですかね。あ、その時はもう高校はもう退学されちゃったの。ちょうどその時にもう退学になってさせられちゃったわけ、はい、それで、はい、せっかく、せっかく更生しようと思ったのね。そうなんですよ。あ、なるほど、はい、それでそこから仕事をし始めて、はい、もうあとはずっとその真面目に働いてたわけ。まあ、一応もう家を出て、うん、まあ、一人暮らししながら仕事をしてましたね、うん、まあ、その時もいろんな人とはありますけど、うんうん、それで二十歳の時に、まあ、そのプロレスのあれを見て、あ、いや、プロレスだろうと思ったの。なんか仕事がつまんなくて、そうか、で何しようかなと思って、もう普通に働くの面白くないなと思った時に、うん、なんか人前に出る仕事したいなと思って、うん、サーカスでも何もよかったんだけど、サーカスも良かったんですけどね。どこに連絡していいか分かんなくて、はい、まだ携帯もそんなに、流通されてない頃で、そこまでもなった、ネットがあんまりパソコンでしかできない時代なんでね。そうか、はい、でプロレスやってみようと思ったってどうしたわけ。あ、それから、うん、なろうと思って、そのまあなろうと思ってこう、まあ、今までジムとかあんまり行ってなかったんですけど、うん、ほとんど行ってないんですけど、うん、まあ、毎日ジム行くようになって3ヶ月間体を鍛えて、まあ、体重も4キロぐらい増やして、あ、5キロぐらい増やして、で、まあ、入門テストをまず週刊プロレスで見てで、こう応募のところに応募したっていう、はい、どこに応募したの。僕は大阪プロレスと WMF っていう団体に応募したんですよ。当時あったやつね、はい、で大阪プロレス、まあ、家が広島なんで大阪プロレスがまあ近いじゃないですか、大阪が、うん、だから大阪を一応本命で受けようとして、うん、
でまあ予備で WMF っていう団体を受けておこうと思って東京の先にテストが予備の方が先になったんですよ。でそこでまあスクワット500回とか腕立て100回、腹筋100回、反復横跳び3分とかブリッジ 3分とかあるんですけど、それやって一応合格して、おーすごいね。だからもう大阪プロレスは、受けなかったです。受かったからもうこっちでいいやと思って、はい。でそういう時は WMF と大阪プロレスだと、はい、スタイルがなんか違うとかさ、そういうことはあんまり考えなかったんだ。ああそういうのはあんまなかったですね。まあ、マスクマンが多くてね、ルチャリブレスタイルですもんね、大阪プロレスっていうのは。 WMF っていうのはまあ FMW 系なんで、まあ、もともとはもうデスマッチとかが盛んなとこだったんですけど、そうスタイル考えなかったですね。考えないですよ、知らなかったんだ。知らなかった、そういうことまで。ただやっぱあの新日本とかね、180センチ以上とか、そう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 、だからもうちょっとビビっちゃって、あそんな絶対ないわと思って、172とかしかないんで、でも諦めてもうちっちゃい団体に行こうと思って、はい、身長制限のないところやりました。なるほど、 WMF ね。で、はい、その時なんか別にその大きな団体じゃなかったもんね、あの時ね、WMF。そうですね、 FMW は大きいんですけど、それが分裂して、そうだね、はい、2つの。でもそういうことは別にあんまり考えなかったね、いろんなこと。いや、プロレスラーになりたいと思って、まあ、プロレスラーになりたいっていうのはあったんで、ね、もう全然考えてなかったですね、それ以上は。で東京でしょ、はい、東京に行って、あ東京、埼玉ですね、川越でしたね。川越なんだ。でそこ行って、はい、寮かなんかあったの。あれそうです、寮があって、まあ、そこに住み込み で練習生から始めた、はい、まあ、練習きつかったですけど、ま、やめたいとか全く気持ちなくて、まあ、とにかくレッスンになりたいと思って、でやったんですけど、またそこがちょうどもうあの終わる寸前、もうかなり経営が厳しいところで、そうだね、はい、あのなんか、まあ、その WMF っていう会社が WMF って会社が別になんかあのアイドルの DVD とか制作してたりしてたんですよ。その DVD もうギャラもらえないんで、要は僕はプロでお金をもらうためにこうやりに来たのに、全くお金をもらえない状況とかもあって、でその DVD をこっそりこう倉庫からパクってきて、それ秋葉原に売りに行ったりして、でそれでなんとか生計を立ててたんです。週末にはこう秋葉原に行くっていう。ああなるほど。そのギャラもらくれ、やっぱりでも当時ってからギャラくれない団体がいっぱいあったもんね。いやありました、ね、ありました、うん、まあやっぱ団体経営って難しいんですよね。そうですね。それで、そこでどのくらいいたの。そこは8ヶ月ぐらいしかなかったですね。デビューはどこでしてんの。デビューは WMF っていう、はい、ちょっと8ヶ月の間に、まあ、デビューしてデビューしたわけだ、はい、うん、デビューして、まあ、ちょっと経ってでもその一回解散するっていう風になって、10ヶ月ぐらいかで、まあ、解散と同時に、まあ、当時まだハヤブサ、ハヤブサでしたの。そうです、そうです、最後の弟子ですよ僕は。ハヤブサもう今亡くなりましたからね。ハヤブサさんとかと一緒に辞めたんですね。もう食っていけない、もうお金もらえないんだったらもうそうだ、ね、プロじゃないと思って、はい、で辞めて、でそこでこういろんな選手とまあ知り合って、まあ本当最下層のプロレスの最下層を渡り歩いていくというか、はい、で今至りますね。なるほど、最下層ですね。じゃあ、まあ、とりあえずそこまで聞きました、はい、じゃあ一曲聞きましょうかね、はい、何時からいきますか。ミスターチルドレンからいきますか。はい、花火、はい、はい、花火お願いします。
はい、それで宮本裕子さん、はい、WMFO が解散したんですか？解散しました。解散してそこから辞めて、はい、そこからどうしたんですね？まあ、4ヶ月ぐらいちょっとフリーでやってて、うん、でも今の所属しているトリプルシックスっていう、トリプルシックスっていう666っていう書くんですけど、うん、知らないけどね、はい、その団体にも、はい、うん、13年、13年もいるな、はい、ということで13年もその団体あるってことでしょ？そう、あるんですよ。やっと今年あのシュープロメーカーに乗ってました。すごいのそれは。やっとそれでそこに13年いて、はい、でもまあ本当に悪い今の印象ではもうフリーでなんかあちこちで団体出てる感じ、はいはいはい、感じするじゃないですか、はい、活躍してるよね、ね、そう言われますね。でそのトリプルシックス自体も興行してるんでしょ、はい、2ヶ月に1回ぐらいしかやってないですね。それでだけどそのちゃんとプロレスラーとして食えるようになるまでどういう紆余曲折があってなったんですか？いやいやいや、やっぱ試合するたびに赤字でしたよね最初はね、全然ギャラももらえなくて。だけどフリーでどっかに他の団体出てる時はちゃんともらえるわけでしょ？もらえますけどもう安いじゃないですか。だからもう全然赤字で、試合するたびに赤字ですけど、まあ、とにかく試合優先で試合ばっかりしてて、まあ、働きながらバイトしながら、10年ぐらいかかりましたね。あ、一人で食っていけるようになるまで。そうそうそう、働きながら。そうだね、一度あの見せてもらったらちゃんと社会保険かなんかの持ってて、あ、そうそうそう、働いてんだなと思ってさ、偉いじゃないかと思ったんだけど、あれもですね、まあ、デスマッチでちょっと机を引いてコーナートップロップのコーナーから場外にこうムーンサルトでこう、ね、人を乗せたところにこう机を割るっていうのがあったんですけど、あれで机が割れなくてバイーンって跳ねて両足捻挫したんですよ。捻挫と骨折、でまあ、ちょっと欠場2ヶ月ぐらい欠場したんですけど、その間に、切られちゃいました。あ、そうなんだ。車庫を切られました。あ、そうなんだ、切られてたんだ。それでそうなんだ。それで、まあね、宮本選手といえばもう何といっても今もうデスマッチで有名ですけどね、はい、普通の試合もやってる、もう体見ればね、もう今こんなシャツ着てるから分かんないですけどね、体を見ればひどいよね、傷だらけだよ ね、 本当にまだ綺麗な方なんですけどね、その人たちの中では他の人たち見る確かに、ね、綺麗な方だと思います。ケアはしてる方なんで綺麗な方なんですけど。デスマッチに目覚めたのはどういう時からなんですか？いや、あれはですね、もうなんか登坂さんが、まあ、音量さんっていう人が、まあ、トリプルシックスの、まあ、頭なんで、はい、その人に連絡して、で音量さんから僕に「デスマッチやってみる？」みたいな言われたんで「はい、別に、まあ、いいですよ」みたいな、1回ぐらい、1回だけだったんで「いいですよ」って言ったら、月1回が月2回になり、月3回になり、気がついたらもうデスマッチばっかりっ路線だったの。大日本でやったの？どこでやったの？大日本です。大日本でやったの？はい、大日本プロレスで。で昔っていうか、その最初の頃デスマッチだったら可愛いもんだったでしょ、蛍光灯だとかなんか、まあ、そうですね、その程度のことだったでしょ、ね、すごいのはすごいですからね、今はね、もう我慢比べみたいになってますからね。我慢比べならいいけどさ。本当に、いやー、そうなんだ。 でどうですか、最初やった時はあんな血だらけになったんでしょ、やっぱり。あ、もちろんもちろん、ね、はい、いやでも一応その WMF っていう団体も FMW の流れから来てるんで、有刺鉄線ボードとかそういうのデスマッチとかはあったのは見てたんですけど、あ、まあ、全然大日本はもっと全然違って、もっと激しい危ないデスマッチで、だからこれできねえなと思ってたんですけど、いつの間にかやらされてましたね。やるとできるもんなんだ、あんなのは。断る勇気って大事なんだなと思って。なんで？あ、別に大丈夫ですよって言ったのがもう運のつきでした。すごい痛くなかったの、それは？いや、痛いですよ。痛いの？めちゃくちゃ痛いです。やっぱ今でも痛いです。痛いと思う、今でも痛いから。でもそういう、まあ、あれも皮膚を鍛えるわけじゃないですか。そうだよ。それがあってもう風邪をひかない体が作れましたから、僕は。なるほど、寒風摩擦に勝る。そうだよ。何がデスマッチでおかげで風邪ひかないんですよ。しかしあんなさ、傷だらけになって、はい、消毒も大してしないし、はい、ね、シャワーでジャッと流すぐらいで。そうですね、よく本当に経過して風邪可能しないよね。いやー、怖いですよね。でも、ね、アブドラ小林さんなんてね、肝炎とかなりましたからね。そうだよ、なったんだよ、彼は。肝炎になって1年以上、まあ、治療し直して、そういうのは怖いですよね。そうそう、本当に。だから、そういう
ね、あの病気の人と試合し、うん、とか絶対したくないし、ちゃんと検査しとかないと。そうだよ、みんな検査してないとね、はい、でもならないとやっぱそう、今までなかったからそういう甘かったんですよね、うん、でなったことによっても今厳しくちゃんと検査したりしてますけど、そうだよ。あのだけどあれじゃないですか、そのデスマッチでも、はい、なんかなんだっけ、あの足場みたいなところが飛び降りたくなったんですか。はいはいはい、ね、はい、なんかすごいその自分が働いたとこかもってたの。そう、まあ、あの自分のな友達、まあ、ちょうど僕が暴走族やってた時の副総長が今働やってるんですけど、まあ、その彼に作ってもらって、うん、まあ、わざわざ広島から呼んで、うん、でその足場を作ってもらって、うん、そこでこうそれを使ってデスマッチをする。足場で外、リングの外に置いてあるでしょ。リングの外ですね、まあ、コーナーにこう、うんうん、くっつくような感じで。え、何メートルぐらいあったのあれ。いや、あれ、ね、4.5 ぐらいありました。あ、 4.5 メートルぐらい、まあ、だから5メーターぐらいあります。そうだよね、はい、5メーター、まあ、リング上からでも4メーターぐらいはあるんで。はい、そこからどうするモルソとかがやるの。あ、やりましたね、はい、ったた。もう4回ぐらいやってますから。へえ、いや、あれは危ないですよ。一歩間違えたら本当な、すごいね。しかしで、あの足場の上でさやったりしたの。はい、あ、戦った、はいはい、戦ったの。下に落とそうとみたいな。あそこからも投げられたことありますから、机に向かって。へえ、ちゃんと机の上に当たるもんなんですかね。まあ、うまく当ててもらいましたね。もう場外に落ちなくてよかったですよ。本当危ないんで。いやいや、それで大きな怪我したことなかったの。これがね、今まで14年やってるんですけど、うん、プロレス、まあ、15年目なんですけど、まだね大きい怪我してないんですよ。あ、2ヶ月ぐらい休んで、まあ、骨折とかあるんですけど、うん、骨折しても試合してた頃もあるし、うん、本当に何ヶ月も欠場っていうのはないんですよね。あ、せいぜい2ヶ月ぐらい。あ、デスマッチをやるなんか、スクールみたいになったの。あ、はい、当時は葛西選手と、ね、あったんでしょ。 、はい、そこに入って、そのだってデスマッチを練習するってわけがないじゃない。しないですしないです、練習なんかないです。何を学ぶの。何とか言って、まあまあ選手の背中を見て、うん、育つ、僕らがそれを見てこう育つしかないですよね、うん、はい、先輩方の。そう、あとは本人次第ですからね。あ、今までやった中で、はい、一番怖いのは何ですか。一番怖いの、うん、まあ、で怖いというか、もうやりたくない、やりたくないのは、ジョロキアっていうタバスコの十何倍の辛い、まあ、世界で一番辛いと言われるデスソースがあるんですけど、うん、それをかけられた時にもう火傷で。あ、火傷するの。いやいや、もうなんていうんですかね、試合中、まあ、傷もあるじゃないですか、うん、で発汗してるじゃないですか。でかけられてブワーって広がるんですよ。でもう火傷なんですよ、それが。でずっと水つけてないと、もう体がもう、へえ、もう痛すぎて、へえっていう、もう火傷がやっぱ一番怖いですね。ああ、火傷した時一番痛いし怖いし。そうだ、それで火傷するもんなんだ。いや、するんですよ、火傷みたいな。だからもうずっと顔もつけてみたいな、試合もできなかったですね。なんとか終わりはしたんですけど、でも全然もう常にこうついて、でもう暴れて痛すぎるから。若手のセコンドとかにもうなんかやったたりしたりとか。あ、試合中に水つけられる。つけられる。あ、それつけられたんです。あ、試合中にできるんだ、はい、それは。それはやばかったですね。やけどが一番しんどいですね。後にも大変だし。あんた電流爆破、電流爆破なんかで、はい、あ、やけどするんでしょ。あ、します。だから怖いですよ、あれも、ね、はい、今髪の毛がなんか焼けちゃって、ブワーッとこの辺だけはげてます。そう、まあ、髪の毛でよかったですけどね、生えてくるんでね。うん、まさだね。いや、電流爆破もだから火傷が一番怖いですよね。へえ、それでもやるってばやるんだ。やります。うん、やりますよ。それはまあ、それが僕の仕事ですから。そうだよね、はい、仕事ってばね。まあ、それちょっとみんななんかこういろんな提案すれば、いや、何でも受けてやってやろうと思うから。でもあんまり僕はそのカミソリとかそういうのは嫌ですけど ね、ちょっともうプロレスからかけ離れすぎて、やっぱり
デスマッチでもプロレスの中のデスマッチをしたいんで、うん、もうただの殺し合いみたいな、そんなただのこう鬼畜みたいな、そのね血が出ればいいみたいなのは嫌なんですよ。でもそこまで殺し合いしないともうお客さん納得しなくなってるところまで来てんじゃないでも。いやだから僕たちがそのお客さんをちょっと抑えていかないといけない。抑える側ですから僕は。そうなんだ。もうあんなさ一番みんな前で女の子たちがみんな見てるもん ね全然目も肌肌さ頭いかれてますよね。本当に、まあ、やってる方も頭いかれてるんだけど、やってる方もいかれてるのか。すごいよね本当に。いや本当にね怖いですよ。またこれからもうどん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 デスマッチやっぱりやっていくわけでしょ。あでも今ですね最近あの普通のそのプロレスでもいろいろ呼んでいただけるようになって。あそうかそうか、他の団体はね、はい、やんないとか、むしろそのデスマッチのイメージをこう変えて、あプロレスも面白いんだなっていうふうに思われるようになりたいですね、うん、今そういういろいろチャンスがあるんで、うん、そうだね。今年は火祭りもグローバルリーグも出させてもらって。あ本当、うん、まあ、結果残んなかったんですけど、でも、うんうん、すごい楽しかったんで、うん、やっぱプロレスをねあの見せたいなっていうのがありますね、うん、すごいね。いろんな団体から本当に呼んでもらって、こんな幅広くやれる人もいないよね。なかなかねいないと思うんですよ、うん、だからありがたいなと思って、うん、年間200何試合したらすごいよね。いやもうね3年間ずっとやらせてもらってますからね、うん、それぐらい。それだけで、まあ、ほとんどフリーに近い状態でさ、呼んでもらってるわけだから、はいはいはい、でもそうかギャラは団体に入れなきゃいけないんだ。あいやいや自分でもらう。そうなんですよ。そこが僕のいいところなんで。それがあるんだったらちょっと、ね、そうだね、フリーになろうかなと。団体に搾取されるんじゃ面白くないね、はい、だけやって血を流してさ。まあ大体ねどこの団体も大きい団体ほどそういうのはありますけど ね吉本新喜劇なんか休一って言うじゃないですか。ああそうそう、本当らしいですからね。あ本当そうだ。9が吉本で1がその芸人さんみたいな、うん、ね、あれだからそうギャラより高い交通費って話だもんね。いや本当ですよね。そうそうそう、それがあるんで、まあなんとかね、なんとかね、生活できるようになりましたよ。えらい本当によかったっす、ね、おまわりさんに見てほしい。 見にくいんじゃないかおまわりさんね、あんたのあれだと思ってんだ。ああ本当ですね。当時はもうやっぱ近所の人とかも白い目、嫌な目線で白い目で見られるというか、すごかったっすよ。なんとかこう親に申し訳なくて、親にも家族とかにもなんとかこう見返してやろうっていうのもあったんで、あそれがまあプロレスっていう、うん、親はプロレスになるのは別に反対もしなかったの。いや最初反対しましたよ。お前じゃ絶対無理だみたいな。あ無理だって言われて、うん、まあでもねやってみないと分かんないですからね。意外にできたっていう、はい、すごいね。そうそうそう、まあ親も知らない世界ですからねそれは。ああ、ね、やった人しか分かんないですから、ね、いや昔の人って父さんなんかさ結構さどうだろう、どの世代か分かんないけど、はい、猪木さんとかさ、はい、坂口さんとかああいうのにさみんな見てた時代じゃないの。いや見てるは見てるんですけど、ただやっぱその業界のことは知らないじゃないですか。で不安じゃなかったの、プロレスファンとかさそういう感じでもなかったの。全然ないですね。あ違ったんだ、はい、むしろ野球選手とかなってほしかったんですか。あそうだ、広島だったら特にそうだな。そうそうそう、大好きですからね。あ、はい、なるほど。でも今こうしてね、もう人に後ろ指さされることがなく堂々とさ、はいはいはい、生きてるじゃないですか、もうみんなの前で。よかったです ねサーカスなんか来るとよかったでしょ。いやサーカスだってやってるけど、ね、ちょっと体験してみたいな。サーカスはサーカスでね、やっぱすごいですからね、世界も移動したりしますからね。そうなんだろうけど、分かんないですからね。分かんないですよ、情報が少なすぎて。そうだよな。さあじゃあもう一曲なんか行きましょうかね。はい、何で行きますか今度は。郷ひろみの2億4000万の瞳。お願いします。あ懐かしいですねこれも、はいじゃあお願いします。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、プロレスラー宮本裕子さんをお招きしてお話を伺っています。まあ、宮本さんといえばね、デスマッチの、はい、まあ、帝王といってなんか、まあ、とにかくもう売れっ子レスラーだということなんですけども、どうですかこれから、まあ、デスマッチもやっていくし、それから、はい、あの普通のプロレスもやっていくんでしょうけれども、憧れ選手というか、例えば尊敬する人とか、なんかそういうのいるんですか？います。あ、いる。誰？金本浩二さんですね。あ、そうなんですか。はい、あの人のプロレスにやっぱ憧れて、あ、なんあの花があるというか、あ、当時の、はい、すごい花があって、新日本にいた頃のね、はい、こんな人になりたいなと思って。あ、なるほど。だからやっぱムーンサルトとかやったりとか、こうね、こう相手をカウンターでこう投げる技とかやったりとか、意外にやっぱその人がをモチーフにしてたんで、僕自体が。なるほど。あ、金本君なんだ。金本さんですよ。プライベートは分かんないですよ。あ、でも、まあ、そっちが、でもやっぱプロレススタイルっていうのはすごい好きでしたね。あ、まあ彼も暴走族というよりはそうかなと思うような感じなのがあるけどそうですね、気性の荒い方ですから、ね、でもすごいいい人ですけど、あ、はい、まあね、そしてうまい、やっぱ ね、 うまいよね。一緒に試合した時やっぱそうか、金本君に憧れて、はい、レスリングもうまかったですけど、ね、一緒に出たことあるの？あ、試合はあります。戦ったこともあるの？あります。ああ、シングルじゃないですけど、まあ、タッグで戦ったりとか。へ、そうですよ。ムーンサルト やったりやられたりしました。彼もだってもう50近くなんじゃないの？50歳ぐらいになってんじゃないの？そうです ね、 よくやるよね、あのね、はい、そうか、金本君だったんだ。いや本当ね、嬉しかったですね。でも11年ぐらい経って初めて試合させてもらったので嬉しかったですね。デスマッチでどうですか？デスマッチでは誰かとやりたいとかさ、はい、こういうことそういうのないの？デスマッチだってメンバー少ないんで、もう結構やね、デスマッチ中そのメンバーはやり尽くしてますもんね。そうだ、いつもやってるから。はいはいはい、やってる人は少ないですから。あ、そうそう、でもああいうなんかあれも刃物じゃないですか。はい、私たちもね、はい、ああいうのやりたくやってくないでしょ？あんまり好きじゃないですよ。違うものでね、例えばこうラダーならラダー一つで見せれるもの、そう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 、ものその方が客が遠くから見て分かるから、はい、あの刃物だと何やってんの、何を使ってんだかちょっと分かんないとこあるからね、血だらけになるんだけど、はいはいはい、だからあんまり怖さが伝わってこないから、はい、やっぱりラダーとかそれこそ足場なんかだったら分かるじゃない。その一つのアイテムにこだわったこうデスマッチをしてみたいですよね。あ、こんな使い方があるんだとか、あ、こういう風にするんだっていう、そういう見せ方をこうしたいなっていう。画鋲を全部突き刺すとどうですか？いや痛いですよ。めちゃくちゃ痛いですよ。すごそうね、あれね。痛いとしか言えないですもん。なんか水綿から頭からかぶるようにザザッとかぶってさ。あれはかぶるのはいいですけど、やっぱ投げられたりすると絶対刺さるんで。そうだよね。はい、ね。そうか。なんか。でも分かんないです。蛍光灯あっても今 LED になってますから、あ、そうだよね、蛍光灯デスマッチの時代もなくなると思いますよ。僕は早くなくなってほしいと思うんですけど。蛍光灯ってあれ本当なんか大丈夫だ、体の中入って水銀が入ってさ、ねえ、怖いですよね。で、うん、まあ誰もね、それでなんかなってないから、なってないから、なんかならないって多分。いや本当そうだよ、ならないと誰もなんとも思わないんだけどさ、そう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 、ね、やっぱね、人が死なないとね、人は動かないですからね。そう、もう大変なこと。誰か前昔ね、はい、デスマッチやってる人、蛍光灯マッチやってる人、後でうちに来てレントゲン撮った時、やっぱりなんか小さな破片がいっぱいヒューとして見えたから入り込んじゃってんだよね。はいはいはい、だからさ、うん、怖いですよ、まあ、本当。でもやっぱりやると、ゴンクが鳴るとアドレナがいっぱい出てきて、まあそうですね、アドレナリンなかったらっ拍手が出てあると余計またアドレナリン出なかったらやっぱ試合できないですよ ね。じゃああれを誰もいないところでやれって言われたら無理ですもん。無理だよね、やだやだってなっちゃう。巌流島ってやると絶対やだな。あ、そうですよね、誰もいない、ね、ところですもんね、岩流島決戦。6時間ぐらいやってるんですよ。まああれはあれでアドレナリン出ると思うんですけど、こう2人しかいないっていう 逆パターン。ちゃんとテレビあるってところでさ、それもなかったら。あ、そうですね。最悪だね。面白い。うーん、そうなんだ。そうか、そうですよ。今までやってさ、まあ、はい、ベストバウトというかさ、自分が一番こう納得いくいい試合だったなと思うのは誰とやった時ですか？
やっぱまあよく言われるのはやっぱあの建築現場っていうその足場立ててそこで佐々木隆選手とやってた時の試合はすごいな。あの上で佐々木隆選手やってんだ。はい、まあ他にもやってるんですけど、うん、一番最初に佐々木隆さん選手とやってそれがやっぱこうイメージで初めてお客さんも初めて見る形式だったし、うん、みたいな、はい、ありますけどね。足場組んだりするのそこでその場で組むの、どこから持ってくるわけ、担いでくるわけ。いやいや、あの車でなんかバンで足場持ってきて、あの広島から持ってきてでその場で組みます。あ、その場で組むわけだ。その場で組むのもまたあの演出なんで。あ、なるほどね。一つのね、はい、なるほどな。そうだよね。だからそれはそれでね、こうお客さんもあこうやってできるんだみたいな、そう、だんだんできてるっていう、休憩時間の間にだんだんできてるみたいな。あ、そういうのも見てほしいですけどね。まあ、だけどそういう、ね、はい、その恐ろしいことをやるような人の一面ですよ、はい、そういう一面、先ほどちょっと話を伺いましたけども、はい、早草選手の実は介護をしていたと。そうなんですよ、僕は介護が好きなんですと、うん、介護が好きなんです、はい、その練習生時代、まあ、14年前ぐらい練習生時代は、週の半分が練習でもう週の半分は早草の介護をやってましたね、早草選手の。はい、それはあのね、ホームステイして、ホームステイして、もうだからもう3日間ぐらい泊まるんですけど、でまあトイレからもううんち拭いたり、おしっこ、何でしたっけ、哺乳器じゃない、何でしたっけ、シビン、あ、シビンに入れたりとかでどっか連れてたりとか、もう全部やってましたね。苦にならなかった、そういうの嫌じゃない。いや、意外にあの好きなんで、はい、それは別に全然苦じゃなかったんですけど。介護の仕事はこれからいっぱいあるからさ、はい、本当ね、で おかげさまでそのな、何かそういうのもあってか知らない、分かんないですけど、うん、今あのスポンサーが、介護の会社のスポンサーがついてます。へえ、はい、そうだよ、 なんか縁があるのかなって、うんうん、あるんだよ、はい、じゃあ、まあ、ね、ヘルパーに気持ってないですけどね、僕は。いやいや、そんなすぐ取れるからさ、あんなもらって将来働きじゃないですか、本当に。いやいやいや、いい仕事、将来は介護してもらう方ですか。そうです本当、それ気をつけなきゃダメ。いや、気をつけないとね、本当にね。だってだ今ほら、新日本選手とか、はい、高山君もああいうふうになっちゃったけど、そうですね、あのもう手術でかなり、中西君もそうだけど、はい、手術でかなり回復してるじゃないですか、はあはあ、試合やってるじゃない、みんな、はあはあ、同じような病気して、はあ、そうですね、だから早草選手もあの今だったらさ、うん、よくなったかもしれないよね。そうかもしれないですね、うん、そう、まあ、しいよな。本当10年ぐらい前の話ですからね、だから10年違ったらやっぱ違うと思いますけど、うんうん、でもやっぱ無理なものは無理なんでしょうねそうだけどさ、うん、でもね、ちょっと本当だんだん進歩、医学も進歩してるし。いや、本当ですよ、お願いしますよ、ちゃんとケアしてあげれば、ね、林先生が頑張っていただければ、そうだよ、もっとみんなは個性が楽になるかもしれないですお願いします。本当にそうだよね、医学もね、進んでる、本当に進んできてるから、はい、ああいうふうに私自身も中西君も本間君も、はい、あんなに良くなるとは思ってなかったから。ああ、そうですか。本間さんだってめちゃくちゃ良くなってますもんね。そうだよ、普通にできるからね、もう、うん、もう試合復帰はまだ、ね、まだしてないけど、うん、でももうそろできると思うな、うん、いや、だからああいうのは奇跡だよね、はいはい、だから本当あの人は全く、早草君はあれでしょ、全然、まあ、しし全くしまひしちゃってるわけでしょ、し、まあ、頸椎頭だけしっかりしてる損傷で、はい、首から下はもう全然ダメ、ね、全然ダメですね。ご飯なんかしびれてる、解除してあげなきゃダメ、食べない、はい、ご飯なんかもさ、ああ、いや、もう全部あの全部やってあげなきゃ、渡したり、こうスプーンでこう、手でも少しだけど、手は少し動くんだけど、手はもうでもこんなですね、こう、あ、まあ麻痺してますよね。だから頸椎損傷なんで、まあ、高山さんも回復し、なんか 僕の中ではもう高山さんの怪我はもう早草と同じふうに思ってしまいますね。ああ、そうだよ、本当。だからね、その車椅子とかも電動の車椅子とか、うん、使えるようになればいいですけど。そう、そこまでいけばなんとかね。うん、本当日常生活だけでもちゃんとできるようになると本当いいけどな。体が大きいんでね、なかなかこう介護できる人っていうのが少ないですよね。レスラーしかいないんだ。いや、そう、レスラーしかいないんですよ、本当に。早草さんもやっぱ180以上あって。それでも痩せましたけど、うん、だからやっぱねえ、ちょっとレス体ごつい人じゃないとやっぱ介護できないですもんね。本当だよな、
じゃあまあ宮本さん本当に将来はレスラーの介護でとしてどうですか。ああそういう会社を立ち上げる。ああ僕スポンサーいますから ね、介護スポンサーがいるから。そうだよ、将来の夢がまた広がってきましたね。いや止めなくなったら自分怪我しないように本当に、ね、怪我が怖くなったらもう、はい、やってください、はい、さあ、近々試合はどこでありますか。今日もあります。あ、今日もある。今日も新規パワートリングがあります。今日って言うの。今日24日ある。あ、すいません、今日あとないんですよ。24日はなくて25もなくて、あ、24日はね、今からね、今からスノーボードに行こうかなと。すごいね、そういうことでクリスマスを滑るっていうね。なるほど、それはいいけどさ、怪我しないでくださいね。そんなこと怪我しちゃってさ、試合で怪我しないのにそんなこと怪我しちゃったら、ね、でも違うんです。このプロレスじゃないところのこうスポーツっていうのがすごく楽しくて、あ、すごいストレス発散とか、まあ、楽しい、本当趣味っていうか。なるほど、スノーボード昔からやってましたんで、はい、それはうまいですよね。だから、それで試合はいつなんですって。試合は、28、29、いっぱいあります。いっぱいあるんですよ。31もありますし、30はなんか、まあ、コラケホールでほとんどいるんですけど、コラケホールで来てくれれば、はい、じゃあ見れると、はい、デスマッチが見れる。デスマッチじゃない、まあ、デスマッチもありますし、デスマッチじゃないのもあります。じゃあ宮本さんの華麗な空中殺法を見れると、はい、ぜひ年越しはね、後楽園に来ていただければ嬉しいな。そうです、本当に。いや、本当に怪我しないように気をつけてくださいね。はい、また会場でお目にかかりますから。そうですね。興味持ったら、ぜひとも宮本優子検索お願いします。宮本優子検索すればいいですからね。実はね、今日本当もうこれが最後、今年最後の年なんですね。宮本さん最後に来てくれて、はい、ありがとうございました。もう前から呼びたかったと思ったんだけど、やっとこの間ね、ちらっとこう会うとこがあって、その時に行っていただいて、やっと来れました。ありがとうございました。いや、本当ありがとうございます。またじゃ来年も頑張ってください。いや、こちらこそ。本当またこの番組も来てくださいね。あ、もちろん。はい。もうみんなにいいこと今日は来ました。風邪は風邪の予防とか風邪ひかないためには、もう手洗いうがいは当たり前。うん、一番大事なのはデスマッチだと。まあ、寒風摩擦もいいと思いますけど、ね。デスマッチです。ね、風邪をひかない体を作りましたね。見てやってください本当に。本当に。はい、それでは皆さんね、今年一年本当にありがとうございました、はい、また来年は1月7日から放送が始まりますのでね、来年1月7日の9時、夜の9時にぜひラジオの前に座って聞いていただきたいと思います。それでは皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。さようなら。メリークリスマス。メリークリスマスだ。話をしに行こう、うつむく背中にも追い風吹き抜ける、長々ったなら世界が変わるだろう。お医者様、健康は幸せのキーワードです。お医者様、世界中が笑顔で暮らせたらいいな。